社長花火の会見を行います。まずはじめにですね、この度7月24日、日曜日エディオンアリーナ大阪第二競技場で、行われます、なにわ町花火&2016花夏の祭典、火祭り、こちらでですね、現在ブレカラス爆破王選手権として、王者大仁田敦史対挑戦者船木正勝の一戦が決定をいたしました。さらにですね、この7月に続いて8月11日、博多スターレン大会に船木選手の参戦が決定いたしました。対戦カードなどはまだ博多の大会に関してはまだ未定です。それともう一つですね、4月15日に行う予定でした熊本での蝶花火、新都心プラザでの大会なんですが、こちらが地震の影響で、延期になってしまったんですが、ちょっと会場が変わるんですが、8月の12日金曜日、会場を熊本市流通情報会館、こちらで、日延べの延期で日程が決定いたしました。確かこの会場との今交渉中で、爆破マッチに関しては現在、この情報会館さんとの、交渉中ですので、試合形式、爆破マッチが行えるかどうかはまた、決定次第発表させていただきたいと思います。それでは大仁田選手、よろしくお願いします。今佐々木さんより報告されましたが、はい、大仁田敦史 VS 船木正勝という、はい、シングルマッチで戦うことを決定いたしました、はい、それで、まあ、試合形式におきましては、まあ、一応僕がチャンピオンなので、はい、決定させていただきました。スリーウェイ、ユーステセンボード、電流爆破デスマッチという、はい、ちょっと違いますが、大阪で曙戦で戦ったのと大体ほぼ一緒のような試合形式で、はい、やろうと思っています、はいはい、今回ちょっと見ていいかな、まあ、爆破3連戦ということで7月17日7月17日はですね、岡山オレンジホール大会、それから18日が広島県立産業会館大会、そしてまた大阪24日、大阪エディオンアリーナですか。そうです。エディオンアリーナの3連続電流爆破試合ということで、それで岡山で今予定しているロケットに関してましては、今消防と接触中のもんで発射を待っているところです。はい。まあもう一回申しますと。スリーウェイパッド、ユーステセンボード、電流爆破デスマッチという、はい、形式にいたしました。まあ、ルールはストリートファイトルールを使用、そしてまた、まあ、UWF は関節技がありますので、はい、場外でのギブアップ、関節技も OK という、はい、試合形式でやっていこうと思います。はい、だから質問がありましたら、まあね、船木先生が裸で来るとか言ってますし、どうぞどうぞご勝手にしてもらいたいと思うし、はい、それで爆破のベルトなんかいらないって言ったら、ね、まあ僕の歴史ですから、そしてまた電流爆破という一大ブームを起こした歴史ですから、蝶花火というもう3年ぐらいね、はい、続けた歴史ですので、まあ取ったら仏壇にでも飾っていただければ。はい、ねえ、まあ、価値がいかほどかは分かりませんが、まあ、日本で一つしかない、今までこんな和風テイストの、ね、
ベルトはなかったわけですから、まあ、神棚にも飾っといてもらいたいな。何かご質問あれば。日曜日の大会で船津選手からようやくこう正式な返事来ましたけど、その時はどういう感じでしたか。いや、長いな、もう気を持たせるなって。何間を持ってんだろう。もうすんなりね、何でもそうなんだけど、すんなり来ない。その割には、その割にはね、みんなそうですけど、気を持たせる。誰か挑戦者で一人ぐらいピュッと来ますよっていうやついねえのかなというふうに思うんです。まあそれもね、ただあの、まあ新聞各党で報道されたら、まあツイッターやいろんな SNS で、はい、話題騒然になってますんで、まあそういった部分では、はい、ありがとうございますね。そうだよ ね、すごい話題になってますんで、そういった部分ではありがとう。まあデスマッチをやってもう早昭和、平成元年からだから、平成元年からだから16年、うん、平成元年って25年ぐらいかな、7年から、うん、まあ平成元年からじゃないですけど、まあ24、5年という歳月の中でデスマッチというハードコアというその世界を確立してきたという、その証のベルトはこの爆破王であり、まあね、UWF がプライドと称すれば、ああ俺たちは意地の戦いと、ああまあ今回船木選手が電流爆破のリングに上がってくれるということは、ああ敬意を表します。そしてまた俺自身も、はい、電流爆破でぶったたかれたと、はいはい、ね、選挙に東京都知事選も後出しじゃんけんで誰か出てくるのか、橋本さんも 200% 出ないと言いながら大阪府、あね、大阪府の府知事選に出たもんですから、何が飛び出すか。参議院選が盛り上がらなくて都知事選がえらい盛り上がってますけど、後出しじゃんけん、うん、あの橋本さんの言葉を借りるんですけど、はい、200% 勝たせていただきます。このベルトかけてシングルでやるのかなり久々なんですけど、多分高山さん以外だと思うんですけど、あえて今回シングルで皆さんとやることに決めた理由っていうのは、うん、まあタッグで3連勝してますけど、やっぱりシングルの決着戦というのは必要かなと思いました、はい、まあ01側と話した結果、まあ今回ベルトをかけるということを決意いたしました、はい、まあ相手は欲しくないと、だったら適当に飾っとけ、はい、欲しくなきゃ返せ、はい、負けても待ったなし。あと1年3ヶ月の、まあ、リング生命ですけど、リング上に上がる気持ちで毎試合毎試合、あと1年3ヶ月1試合1試合を大事にしていきながら、はい、戦っていこうかなと思ってます。まあすいません、17日岡山、18日広島、そして17日の夜はですね、新規はファーストリングで戦いがありますので、ぜひ皆さん、まあ1年3ヶ月のですね、はい、まあまた言うとね、また言うと嘘だとか詐欺だとか嘘つきだとか言われますけど、まあ、今回はね、はい、さよならしようかなと思ってます。まあ1年3ヶ月でどこまでね、モニターズという生き様を見せられるかわかりませんけど、皆さん
よろしくお願いします。